小泉一馬の恋ちゃんでございまして、小泉一馬長野市議会議員がお送りいたします小泉一馬トークチャンネル恋ちゃんの時間が今日もやってまいりました。よろしくお付き合いいただきたいと思います。さて早速いきますね。今日のテーマ、ザンと号泣県議以下、高級県議以下の、さあ続きがあります、の長野県と市議会ということで、大変挑発的なタイトル。また小泉は市議会で居場所を失ってしまうんでしょうか。心配してくださる方ありがとうございます。あの号泣県議さんってね、去年樹木をだいぶ集めまして、兵庫県議会の野々村さんっていう方が、なんだっけ、なんとか温泉に何度もね、鉄道で視察行っちゃ帰って、視察行っちゃ帰ってって、もう何十回何百回って1年間のうちに政務活動費使って行っちゃって、しかも領収書がなくてですね、なんか泣きながら会見して、自販機から領収書が出てくるの俺は知らなかった、そういうふうに一生懸命訴えていた号泣県議さんの事件、去年ありました。皆さんもご記憶かと思います。でね、それはねちょっとと置いといて、地方統一選挙がね終わりまして、あの県議会議員選挙も終わりましたよね。小泉も応援してた人いたんですけれども、でなんか投票率がまたえらくね、ガガガッと右肩下がりで順調に落ちちゃいまして 48% ですよね。これなんでこんなに落ちちゃうのかって、小泉が考えるに、議会としてね、県議会がきちんと県民に対して適時適切なメッセージ発信していたのかどうかっていう、そこはねちょっと小泉一馬、僭越ながら市議会議員の身分ではありますけれども、県議会議員の皆様にね問いかけたいと思います、ね、県議会議員の皆さんもね、今頃はいやよかった当選したなんてウハウハかもしれませんけど、投票率がね、今50% ですからね、半分以上の方は県議選ボイコットした。そのことをきちんと受け止めてね、総括して、じゃあ今後どうするんだってことをね、ウハウハしてないでやっていただきたい。ね。それはそれとしてですよ。でね、じゃあどういうメッセージをね、県議会として発信していくべきだったんだろうかって、その一つの問題が、先ほど号泣県議。政務活動費の問題、これはね結構有権者の間ね関心ある事情自体だと思うんですよね。でちょっとねここでザザンって、これ新聞記事って言って朝日新聞デジタル版なんで、皆さんこれググってもらうとね出てきますけれども、な鉄道利用時の領収書添付義務なし、生活費、これ政務活動費ですね、政調査ということで、これね朝日新聞って政務活動費のことでね割となんか粘っこく調べておりまして、今しつこくって言いそうになっちゃいましたけど、粘っこくって言い直しましたが、でその中の記事としてね、これ3月16日の記事ですけれども、全国47都道府県議会中、昨年夏時点で、昨年って2014年です。長野県議会だけが収支報告書への鉄道利用時の領収書添付を義務付けていないっていうことが朝日新聞の主張であります。でね、これどういうことかっていうと、これ2013年のことをね、朝日新聞調べたらしいんですが、JR や私鉄、地下鉄、路線バスについては、旅行会社を通した場合などを除き、領収書を不要と定めている。えらいことじゃないですか、これね。号泣県議さん、なんで怒られたか。兵庫県議会が政務活動費使って公費のね、旅行したら、鉄道旅費の領収書ちゃんと取っとけよって。そう決めてある。決めてあるのにあなた取ってない。だからそれはいけないでしょ。ということで、ご批判を受けたまったですよね。だけど長野県はもう揃いも揃ってね、議会ぐるみ組織ぐるみで野々村県議と同じレベルでいい、そういうふうに定めちゃっているんです。
だからね、県議会全員が号泣県議、号泣県議以下ですよ、そういう意味ではね、議会ぐるみなんですから。でそれが長野県議会の今の現状、現実です。でね、これね、長野県議会チャンスね、あったと思うんですよ。去年の夏ぐらいでしたっけ、その号泣県議さんのね、号泣県会見あって、あれうちもそうじゃん、これまずいよね、改めなければって、うちもまた議会ぐるみで野々村県議さんが揃ってますみたいな話になっちゃったら俺たち立つてないじゃんねって、そこ気がついて自分から改めて県民有権者にメッセージを発信する良い機会があったにもかかわらず何もしないで選挙まで行っちゃった。そしたらね、投票ボイコットしようって、こんな議会やってらんねえよ、茶番じゃんって思う県民いても、小泉は不思議じゃないと思います。実際ね、県議会がどういうメッセージ発信できていたのか小泉はちょっとよく分かりません。でね、じゃあ長野市はどうなのかってことなんです。長野市議会、小泉もいます。長野市議会どうなのかというと、これだけ偉そうに言っている小泉がいる長野市議会だから、さぞかしね、しっかりしていると皆さんご期待なさっていることと思いますが、実は長野市議会も長野県議会も一緒です。だね、さっきね、長野県議会も長野市議会も号泣県議会ですよってテロップ出しましたけど、長野市議会もやっぱりね、鉄道旅費のね、公務の領収書、それはつけなくていいって、全然つけなくて OK、 構いませんとなっちゃってます。で小泉もね、あれそれいいんですか本当にって言いながら、実は今までつけてなかったんですけど、やっぱりね、よくよく考えてみてね、この朝日新聞の記事も読んでみて、47都道府県で長野県がね、もう生きた化石で、もっともっと特別なオンリーワンの存在になってしまったっていう、これね、ちょっとやっぱりまずいなと改めて思いました。だからね、もう改めることっていうのはいいことだと思いますんで、小泉も反省しまして、今までの自分は正しくなかった、よろしくなかった、議会もよろしくなかった、じゃあみんな変わろうよということでね、ザザンとこちらを市議会にね出したんです、高野正治議長さん宛て。でちょっと読んでみますと、読んでみますよ。長野市議会議長高野正治様宛て、平成27年3月20日付ですね、議員小泉一馬からです。政務活動費の支出報告書の運用改善について愚心。このことについては調査研修等に伴う鉄路交通費にかかる領収書の添付は必要ないこととして運用されてきましたが、いわゆる号泣県議の件が知られるようになった昨年以降、領収書の添付を求める世論が高まり、各地方議会でもこれを契機とした対応が進められているところです。で本議会においても、鉄路交通費支出をね、内容とする報告書については、これにかかる領収書添付を原則化するべきであると愚行しますので、平成27年度当初からの運用につきご配慮をお願いしますということです。つまりね、もう領収書の添付なんてね、もうすぐできるんですよ。だってみんなね、レシートを取っとくなんてことは主婦であればね、家計簿つける人はやってることじゃないですか。で鉄道の時領収書取っとく、それ後でつければいい、そんなことねすぐできるんですよ、やる気になれば。だから小泉は3月24日のね、議会運営委員会でみんなすぐやろうよって呼びかけたんです。小泉君それいいね、ぜひすぐやるべきだよなって言ってくれた議会運営委員一人もいません。誰も彼もね、いやそんな大事なことすぐには始めらんないよね、すぐに決めらんないよね、持って帰って会派で検討だよね、みんないいよね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 。で不思議なことにね、こういうことは議会みんな結束して一致するんですね。例えば集団安全、保障、集団的自衛権のことではね、討論でああでもねこうでもねってみんな盛り上がるけど、議会の政務活動費領収書つけましょうねっていうのは小泉だけが言ってて、他の皆さんはそれはちょっと待って、それちょっと待って、ちょっと待って早まるなっていう、
そういう感じなんです。そんなことやってればね、また9月に今年は市議会議員選挙あるんです。そこでね、また投票率が落ちた時ね、ああ小泉が言った通りじゃんなんてことにならないように本当に小泉はね祈っています。でね、実はね、まだこの話続きあるんですよ。続きあるんです。じゃあどうして領収書つけなくてもいいってことになってんのか、そこ思いますよね。実はね、長野市議会だけじゃなくて長野市役所も公費でね、公務で鉄道を使って出張するとき領収書つけなくていいってことになってんですよ。だから市役所がやってんだから、議会もね、市役所の応援団だからチェックしなくていいんだから、市役所がやってるんだから長野市議会ももちろんそれに合わせてやってりゃいいよね。だって長野市議会を改めれば、下手すれば長野市役所だってそれ、いやちょっと領収書をね今度からつけるようにしなきゃいけなくて大変になっちゃうよねってことになっちゃうよね。だから市役所も市議会もそんなことをやんないようにちょっとね、うまくやってこうじゃん、そういうことなのかなって市民から見られたら、またねさらに痛い話ですよ。議会としては、議会はね市役所をチェックする機関でしょ。チェックできてないんですよ現状。そういうところがね、自分たちのことでさえねちゃんとチェックできない、それが長野市議会であるとすれば、非常にちょっと寂しい悲しい思い小泉はしています。でここでちょっとねコマーシャルしますけれども、5月16日に長野市役所の第二庁舎10階講堂で長野市議会全体のね報告会っていうのをやります。これ議会の活性化だっていうんでみんな一生懸命やるわけですけど、それは悪いとは言わない、悪いとは言いません、いいことです。だけどね、政務活動費の領収書取っとこうよってことぐらいすぐやることの方が市民には分かりやすい、議会の活性化、議会の健全化だと思いません？で、小泉はね、今後もこの件、きちんと皆様の目となり、口となり、議会に向けて提言してまいります。どうぞ、ご注目ください。